伊賀越復讐記念七塚木屋辻は、三重県伊賀市小田町、上野下高坂町、上野西大手町にまたがる交差点。六方面から道路が集まっている。官営11年11月7日の鍵屋の辻の血統の地となった。この血統は、渡辺和馬と荒木又右衛門が、和馬の弟の仇である、河合又五郎に挑んだ血統で、最終的には、河合又五郎が撃たれた。 蘇ガ兄弟の仇ダウとは功労士の内入りに並ぶ、日本三大仇ダウの一つとして数えられている。1916年8月8日に伊賀軌道が開通し、鍵谷辻に鍵谷辻駅が設けられた。その後、伊賀軌道は伊賀鉄道に改名、さらに伊賀電気鉄道に改名した。その後、合併等により、当駅の所属が大阪電気軌道三宮急行電鉄。 関西急行電鉄近畿日本鉄道という順に変わった。しかし、戦時中の1945年6月1日に休止。その後、営業再開されることはなく、1969年5月15日に廃止された。現在は、鍵や辻から北東に 1km ほど離れた小谷西交差点や東方に 300m ほど離れた西大手交差点。 南東に 1.5km ほど離れた8枚交差点などが今上野における交通の要所となっており、鍵や辻はあまり賑わっていない。しかし、国道163号の辻方面と木津方面を行き来する場合には、国道163号を走るよりも笠木街道を走る方が距離が短いため、近道として利用されている。 鍵谷辻の南側には鍵谷の辻史跡公園がある。また、三重交通のバスターミナルと車庫が設けられている。鍵谷辻の南側に位置する鍵谷の辻の血統を記念する公園。カズマらが待ち伏せしたヨロズヤを再現したカズマジャヤや同血統に関する資料等を展示している伊賀越資料館がある。三重交通バスの多くの路線が乗り入れるバスターミナルとなっている。また、 上野地区における三重交通バスの車庫としても、機能している。ありがとうございます。